すごい目力。そう思ってしまう。女優の三浦透子さんですが、業界ではまさに今が旬の女優さんなのだと言います。なぜそんなに評価が高いのか、気になったので調べてみることに。カムカムエブリバディの京都編に、ルイの娘のひなたの同級生で、あのベリーちゃんの娘の、戸田一恵として登場する三浦さん。その一恵ちゃんのキャラ設定は、少女漫画に夢中な、流行に敏感な女子で、幼い頃から家業を継ぐことを求められるけど、自分を貫き通そうと奮闘する強気の女子で、ひなたが最も頼りにしてる親友という設定だとか。さすがはベリーちゃんの娘。母親譲りのじゃじゃ馬っぷりを、どんな風に演じるのか楽しみです。三浦透子さんというお名前は、どうやら本名らしく、1996年10月20日生まれの現在25歳。北海道札幌市で生まれて、身長157センチで血液型 B 型。特技はルービックキューブ。両親と、一人っ子の自分の3人家族。中学生の時に、東京の学校に転校しています。そんな三浦さんは、どんな幼少期だったのでしょう。小さな頃にダンスを習っていて、そのおかげで、小学生の頃から聴いていた音楽は、ヒップホップやダンスミュージックが多かったそうです。中学生になると、ルックも聴いていたそうですから、かなりおませな子だったかもしれません。その頃、よくやっていたことが、人格ゲームだったそうです。一体、何なのかというと、常に人気者になりたかった三浦さん。小学4年生の頃までは、毎日、違う人格を演じることで、どんな性格が人気があるか、リサーチしていたそうです。ですが、いつも一言多いせいで、仲間内では、ちょっと嫌われてる、みたいな、タイプだったそうです。一人っ子だったせいもあって、誰かに関心を持ってもらいたかったという、裏返しだったのではないでしょうか。三浦さんも振り返って、幼い頃は大人がイライラするような子供だった。というくらいですから、なかなか大変そうな子供だったようです。演じることが日常だったという三浦さん。予想通りというか、子役出身なのだそうです。デビューのきっかけは、2002年、6歳の時に3000人のオーディションを勝ち抜き、サントリーなっちゃんの CM で2代目なっちゃんとして登場して、その愛らしさで一躍話題となってすぐ後に、ドラマ、天才、柳沢教授の生活に、孫の役でレギュラー出演しているほどですから、よほど素質があったのではないでしょうか。ちなみになっちゃんのオーディションでは、持ち前の天の邪気ぶりを遺憾なく発揮したそうで、審査員から何か歌ってと言われて、即座に嫌ですと答えたそうで、母親もほぼ諦めていたところに、なんと合格の連絡が入ったそうです。はっきり断られた審査員の方も、可愛さ余って苦笑いしたのではないでしょうか。少し独特なところがあると思われがちな三浦さん。本当にそうかも、と思わせる話があって、通った大学の専攻科目も、なんと、数学なのだそうです。なぜ数学を選んだのかという理由が、また独特で、数学は言語でも、哲学でもある。と言っていて、数学の概念は、俳優に通じるものがあるのだとか。また、大学に進学した理由も、女優になって、当たり前の世界しか知らなかったので、そうじゃない世界も知っておきたかったから。なんだそうです。順調にキャリアを重ねていった三浦さん。2007年ドラマ、チョコ耳に、無役でレギュラー出演。2011年ドラマ、鈴木先生での、樺山明役の、心を揺さぶる演技で、一躍、その存在を知られるようになります。このドラマでの成功が、きっかけとなって、以降は、映画にも活躍の場を広めていきます。2012年、悪の経典。2013年、陽だまりの女。2015年、私たちの母。2016年、桜の雨。2020年、架空OL日記と、
数多くの映画に出演しています。また女優としての他にも特筆すべき才能が開花しています。声の良さを評価されて2015年映画ロマンスでなんとエンディングテーマを歌い、さらにその監督からのオファーでミノンの CM ソングのお母さんへがオンエアされると、その優しく深い歌声が注目を集めて、歌手としても注目を浴びることに。どれだけすごい注目度だったかというと、なんとあの新津千世さんの父親でもある新海誠監督の映画天気の子の挿入歌のボーカルを依頼されるほどで、もちろんその楽曲を新海誠監督とラッドウィンプスとの協力タッグから任された曲で、祝祭、グランドエスケープの2曲で、三浦さんは天気の子の世界観や心の機微を見事に繊細に表現していて、あの歌声で今回天気の子の楽曲を歌ってもらえたことは、この映画にとって幸福なことだったと思います、とラッドの野田さんにこう言わしめるほど大絶賛されていたと言います。野田さんが1年間も探し回った声がまさに三浦さんの声だったということです。それに彼女の歌の表現力は単なる女優が歌うというレベルをはるかに超えていたとも新海監督が後に言っていたほど、2019年の第70回 NHK 紅白歌合戦にも出演、ラッドウィンプスのゲストボーカルとして天気の子紅白スペシャルを歌っています。三浦さんにとっては演じることと歌うことには境界線がないのかもしれません。2021年にもドラマのエンディングテーマの通過点を歌っています。さて、音楽界での評価が高い三浦さん、もちろん俳優業の方でも歌手以上の成果を上げています。ある映画によってひょっとすると世界の三浦になる可能性があるのです。その映画とは濱口竜介監督の映画ドライブマイカー。2021年8月に公開された映画ですが、すでにカンヌ国際映画祭では邦画初となる脚本賞を受賞したほか、ゴールデングローブ賞でも同じく邦画として62年ぶりの非英語映画賞を受賞しています。そして数日後に発表される米国アカデミー賞ノミネート作品に選ばれれば日本初の作品賞受賞も夢ではないそうで、その作品の中で三浦さんは主人公の専属ドライバーの美咲役という重要な役を演じているのです。特に三浦さんの淡々とした演技はより一層この映画のストーリーを際立たせているのは言うまでもありません。ドライブマイカーのこの役はオーディションで射止めたそうですが、なんと肝心の運転免許を持っていなかった三浦さん、濱口竜介監督からは運転の練習が役作りと思って取り組んで、そうアドバイスを受けたそうです。そんな風には見えないのはすごいですね。いかがでしたか？あなたは三浦透子さんのことをどう思いましたか？19年前初めて出演したドラマの脚本を書いたのも藤本由紀さんだったという三浦さん、話題の朝ドラカムカムエヴリバディに出演して、さらにはアカデミー賞まで受賞するとなると、まさに彼女の時代が来るかもしれませんね。これからも三浦さんから目が離せそうにありません。陰ながら応援しています。それではまた次回お会いしましょう。